5時だよ、5時だよ。何があるかな、ちょっと見てみよう。何があるかな、ちょっと見てみよう。こうやって冷蔵庫開けると、いつもなんかちょっと、幸せじゃの。イカなんですよ、イカ。これね、いや、よく海で焼いてあるのがあるじゃない。あれなんか美味しいよね、とかするけどさ、これひき肉なんですよね、ひき肉。で、ハンバーグするかなっていうのがね、あります。ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ。しゃぶしゃぶ肉で汁作りましょうね。ちょっとでいいですね。まずはハンバーグを、ちょっと今日はいつもと違ったハンバーグをしようかね。人参だね。うん、違ってねえのか。しいたけね。しいたけは中入れないけどさ、付け合わせになんかあった方がいいよね。しいたけ付け合わせ。ゆきさん人参がこれで完了です。雪の下からわざわざ来て、お前はなんていいやつなんじゃ、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 じゃ。なんか青っぽいものがあるというね。水の、あ、中間だがある。あ、あと一個。ピーマン、ピーマンねえの。ピーマンありますね、ピーマンね。ピーマン入れて、ちょっとお餅でハンバーグしますか。イカもさばかないとダメだね。イカもさばけばいいか、いいか。お前バカかね、うん、俺はバカかね、俺はバカかね、俺はアホだよ、人生はそんなもん。パヤッパー。まずイカさばきが最初ですね。見事なイカさばきだ。違うろ。ゴールを出し、ゴールを出して、イカをさばいて、アルペン踊りをさ、踊りましょう。ほう。ダン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 。ポン。ゲソの方をゲソ揚げに後日するっていうか、ああね、刺身を、まあ、まあいいや、塩辛そんなうまくねえやね。内臓食う、食うもんだからね。新鮮な内臓をドヒュッドヒュッって食うのが、塩辛の生命。はい。どうでもいいよ。はい、まあね、これは、さよなら。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 おじさん。いや、小田なんとかさんですよ。小田さんっていう女の子がいてね、小さい頃、それだけ。ねえ、なんか幼いながらに、イカゲソはこれは明日か明後日か、明後日か、またその先か、ゲソ天にします。次の天ぷらのタイミングでゲソ天にしよう。こうやってタッパーに入れたらさ、入らなかったりすると嫌だよね。こう汚した上に、汚れちまった悲しみに、ゴーゴー。はい。いいですね。これは中の骨を抜いて、ボイルして、生姜汁で食べましょう。ボイルもね、やっぱ、いつものイカボイル方法。沸騰してるところに入れて、火を止めて5分ね。これがイカボイルの法則って言われてますね。イカボイル。そうすると柔らかくて火が通ってます。それからそのボイル終わった後、よく洗ってやることね、中の方までね、ちょっとちゃんと火が、火は通るんですけどね、もう一回多めのお湯でガーッとかけて、汁鍋でやろう。汁鍋でこれが終わる頃、ハンバーグ入って、お湯が多くないとあまり嬉しい結果にならないです。嬉しい結果にならないのさ。はい、パヤッパヤ、イカボイル、あれ、イカボイル、イカボイルね。はい、ちょっと塩入れていきましょう。ちょっと塩水でね、お前海に帰ってきたんだよって、そういう感じ？違う。うん、
はい、OK。そしたらハンバーグ入りましょう。ハンバーグは今日ね、ちょっと変わったハンバーグにしましょう。すき焼きなるハンバーグ。変わっとるの。これもう半分ね、あとこれ半分使っていきましょう。このぐらいあればいいんじゃないかな。いろんなひき肉、あんまりいろんなでもないんですけどね、ひき肉を入れて、ピーマン1個に、玉ねぎ1個、玉ねぎ半分だな。ずっとね、俺人生においてはあれ玉ねぎねえかなって。玉ねぎ分断、やっぱはい、これもしまわない。玉ねぎは細かみじんね。細かみじんが一番いい。細かみじん切りましょうや、細かみじん切りましょうや。卵の細かみじんはね、鋼の包丁がいいですよ。鋼の包丁がいいですよ。スパンって切れるからね。スパンスパパンスパンスパパン、指もスパン。やめろ、それだけはやめて。はい、スパンスパパンが終わりましたね。1個でも多いぐらいなんだよな。練り込んでやりましょう。これなんか不評だったよね、確か。ピーマンいらない、違うよ、人参いらない、あれは絶対あれだよね。そういうなんていうの、なんちゅうか本ちゅうかだよね。ではエキストニンジンですね。エキストニンジンはタツタツに切って、トツトツに切りましょう。混ぜ込みましょう。ユキシャニンジン、やっぱりやっぱで、ニンニク軍団、しっぽしっぽしっぽぽぽ、ニンニク軍団。はい、ニンニク軍団がね、出てきましたね。じゃあ椎茸、これで、あと卵いっとかな。3つぐらいね。椎茸は丸のまんまソテーっていうか焼きますね。半分にしよう。ね、で卵、そしたら、インスタントアップでどうなるの？それで何か世界が変わるとでも言うのか？どうでもいい。やった。はい。じゃあそうしましょう。塩でしょ、卵、
塩に卵で、わ、殻が入った。それで、こっち側の人たちみんな入れちゃいましょうか。ナツメグ軍団、ちょっとだけね、あの我が家の家族はナツメグ恐怖症なんてねえよあんま美味しくないんだねで、パン粉で入れちゃおうかね、これパン粉、まあ適当にね、よくパン粉を牛乳で一回柔らかくしてどのこうのとかね、ありますけど、まあどっちでもいいろ、なんかいいな始めますね、よし、じゃあ始めよう。こうやって揉んでいくうちに、揉んでいくうちに、あの体温で油がね、溶けていきますから。味見入れないからね。まあいいよ。なんか餃子するか。おい、ハンバーグから餃子に変わんないよ。3個、4個、5個だね。はい、沸騰してきました。ね、沸騰してきましたから、イカが入ります。できるだけね、でっかい鍋で行ったからね、幸せになるよ、君が幸せになるのはでかい鍋で見られるとき。俺イカだけどよ、そんなの幸せだとは思わんよって。中までね、こうちゃんとお湯が入らないと。うまそうじゃの、これ煮た後で照り入れても美味しそうだよね。あのなんだっけ、いやドンって、生臭いで売ってるやつもそうなのかな。中がね、生臭いですから、ちゃんと一回こう外に洗ってあげてね。ガラガラっていったら火止めます。ガラガラっていったら火を止めろ、ガラガラっていったら火を止めろ。もうちょいだね。まあいいの、このままずっと煮てると固くなりますから。いいね、はい。そしたらこれ、これハンバーグです。ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ。はい、あ、これはイカはしまいで。そうだね、粉だね、ちょっと粉を、ちょっとだけ粉振った方がね、美味しいですから、粉をちょっと振りますか。これちょっとここがややこしい。
よいしょ。うん、いい感じ。粉がつくとね、旨味が出ます。で、こっち側ですけど、いい弱火でね。ガーリックどっちにしてもしっかりできますから、火つけて。いけない、5分やるの忘れてた。4分ね、こっち4分しましょう。それで、はい、ゴロチョハンバーグ、ゴロチョハンバーグ、ゴロチョハンバーグ。今日はオーブンで焼きます。オーブン焼きハンバーグの美味しさをお前は分かっているんだよ。それからドア、歌終わり。肉は絶対に弱火ね。それもうなんていうの、宇宙の法則ですね。ね、こうやって壁にくっつくなよ。火をこげついちゃった。何でもそうだけど、このなんていうの、丁寧にしないとね。何でもそうだって。じゃああと何がある。はい、じゃあゴロッとハンバーグね。まずいかね。うん、もうちょいもうちょいしたら雪下人参まあ雪下人参を食うための料理だからね。そんなこと聞いてませんよ。
そうですね。はい。これね、普通のあのお店で売ってるボイルのカレーにもね、もう全然味が違う。なんか動くからってね、食っちゃった。生姜醤油がね、うまい。うん、うまい。食っちゃった。食っちゃった。これね、後で食べましょう。後で食べる、食えよな。それでですね、じわじわと木に火を引いて、赤子なくとも蓋通るな。うん、中はまだ肉汁たっぷりでしょ。だからね、それをオーブンで焼いていくわけですよね。オーブンもうんと低い温度ね。だから15分。うまそうじゃろ。で、終わったらみんな一回揚げて、中にケチャップ入れて、ケチャップぐんじゃーんにするのね。ケチャップ一番いいです。我が家では。味を吸いますからね、椎茸はね。はい。もうそうじゃろ？ここで出たのはデロンギ。デロンギ感動オーブン。いや、そんなでもねえぞ。はい、じゃあデロンギ感動オーブンできましたので、これから15分間ですね、弱火、うん、焦げないようにしたんだけどね。銀紙のせてもいいぐらいですからね。5分置き見ます。このぐらいね、80度ぐらいで火が通るようにしましょう。はい、じゃあここから先は早く回るよな。下のボイルもね、あれだね、あんなが下のボイル。はい、これ、こっちは5分だった。はい、5分ね。4分です。で、白菜と青い葉っぱね、トーナかな。トーナトーナ、美味しい野菜はあと椎茸を入れてみましょうか。なんかこの時期っていうか、俺実は毎日椎茸食ってるね。休みじゃないかな。あの、なんだっけ、スーパーの椎茸さん、チャンスーパー仕掛けが安いんですよ。意味はしないけど。
こういう菌類はギュッと絞っとかないと中まで火が通りづらいけどね。それが一番大事。いつもどうし。今は少子。あ、いいね。一番大事、二番は少子。とは言いませんが、美味しい料理を食べさせる。まあ、だしはなるべく早押しかと思いますね。だし抜け。だしを抜くの。それやめた方がいい。はい、これね。人参軍団はねえな。それともうちょっとこかな。付け合わせです。付け合わせ、あ、ハンバーグの付け合わせね。あの昼のパスタがあるんで、あれ使いましょうか。あれ昼のパスタを、どうしようかな。キャベツ入れたな。あれの親戚ですから、あんまりいっぱい早く付け合わせとしては失格ね。ちょっとなんか水が塩分きたねっていう程度でね、それでいいですよね。で、これをね、もうちょっと水を入れていいかな。はい、水の塩分。焦げてないかい？焦げてないかな？うまそうじゃん。下にね、触ってないかだけ。下がついてる方はね。いいね。人参がね、グラスになる。このね、イタリア産のなんかです、これイタリアの瓶詰めソース、たまに使うと美味しいですよ。今に出ればよかったね。今はアッサー入ってほしいからな。そうか、入って美味しくなるでよ。そっち側は葉っぱものが入ります。
まあね、料理作る時ってのはなんていうの、なんちゅうか本ちゅうか大変ですよ。今色これで、こっちはこれで、こっち側はこれでね。もうちょっと、もう4分前の付け合わせだ。加熱はあんま進まない方がいいですからね。そういう時は慣れたら早めに置けておきましょう。あ、これ生ですか。うわ、何ですか。味わい込んだな。うん、うまい。うまし。ね、この肉みんな入れちゃいましょう。自分今日肉食うね、あんた。じゃあやめた。おい、半分しました、はい。ハンバーグ流行ったらね、肉ごっついだから、あっさりの方が美味しいですからね。ごっついあっさり、パヤッパー。ごっついあっさり、パヤッパー。ごごご、あち。大体この鍋の表面にこれが薄く、役割を果たしたと言えるんじゃないでしょうか。はい、このぐらいね、肉残しました。醤油がね、入ります。ゆっくりこっくり。まあ、醤油お玉一杯で味見てね、もう半分か一杯なんですよね。ああ、薄くてちょうど美味しいかもな。ちょっと今日はあんま濃い味じゃない方が嬉しい感じするから、鶏ガラ入れて旨味出して、醤油は半、このぐらいしましょう。いつもの半分ぐらいですね。お、美味しい、美味しい。 OK、 それでいけないね、1割。そしたらこれのこっちだね。赤いミトンが襲いかかる。はぁ、ね、見てみましょう。こんな感じになりました。こんな感じ。こんなで、おお、人参が美味しそうになってますね。ハンバーグは、おお、ハンバーグ。中まで火が通ってるかがね、大抵どうだろう、こうだろうってね、考えますけどね。
思った時にね、まだちょっと足りないね、火がね。野菜系はもういいでしょ、これで。野菜もいいだろうね。あんまり炒めると縮んじゃうからね。もういいかな。刺して汁が出なければ大丈夫ですね。うん、大丈夫でだ。じゃあ赤ワイン、赤ワインいいだ。かわいいね。かわいいとケチャップに、なんか凝った味使うと思ったろ。もうちょい弱火ね、もうちょい弱火で。凝った味を使うと思ったろ。あんな君たちもね、予想するようなことをしないよ。本当はセロリとかパセリやっていいんだけどね。まあいいよ。強火に落とし込み、あれ吐くの赤ワイン。ワインはね、鍋底の美味しい味を浮かんで浮かべてくれるからね。まず人参ね、よく味わいを入れてあげましょう。味はどんなところで、うん、うまい。もうちょいワイン飛ばして、うまそうじゃろ。もう弱火ね。人参もね、これグラスケとしてなんていうの、宇宙5番目ぐらいに美味しいんじゃない。はい、はい、もう切ります。で、こっちですね。
斜めってませんか。だと思いましょうよ、ね、生姜がねやっぱ美味しいですよね。なんていうんですか、指をすり落としたら俺の負け。なこのおろし金にはずいぶん俺負けてるからね。今指がつってます。普段から運動しないからよ。いやそんなことねえよ。あるか。はい、こんな感じでね、うまし。ずいぶん上手にできましたね今日は。上手にできたっていうのこれ。やっぱりなんていうの、ハンバーグにはこういうあの付け合わせのパスタもねないとダメやんけ。で味噌汁汁はです。はい。ということで皆さんも美味しい美味しい晩ご飯食べて元気に過ごすということですね。じゃあね、バイバイ。じゃあね、バイバイ。